はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。前回に引き続き今回は琉球ゴールデンキングスのご紹介動画を作成させていただきました。それでは琉球ゴールデンキングスのチーム紹介を改めて行わせていただきます。まずはチーム名の琉球ゴールデンキングスですが、名称案を一般公募し寄せられた161案の中から選出され、最終候補3案による決選投票の末、琉球キングスにチーム名が決定したようです。沖縄の歴史を遡ると琉球王国だったという歴史に由来したチーム名であり、王キングという響きに力強さと風格が感じられ、 BJ リーグの中でもキングのような存在になってほしいという願いの込められたチーム名でした。そう、琉球キングスは、琉球ゴールデンキングスは BJ リーグから B リーグに行ったチームなんですね。後にチーム名に基づいてロゴがデザインされる過程で決まった3色のチームカラーより、キング王様のイメージを最も強く表現するゴールドをチームカラーとして採用し、チームの正式名称にゴールデンが付記され、現在の琉球ゴールデンキングスというチーム名になりました。なので最初は琉球キングスだったんですね。続いてはチームロゴについてです。琉球キングスの名称由来でもある琉球王朝は、中国や日本と密接な関係を保ちながら周辺諸国と積極的に交易し、外国文化を取り入れ独特の宮廷を築き上げました。その文化の一つでもある風水では、高い地位の人々を集め竜の力を得れば巨万の富をもたらす運があると言われています。そこでチームロゴは竜の頭をモチーフにデザインされました。中心下部には全ての願いを叶えてくれるという宝珠を配置し、その珠をチーム、選手、ブースターが一丸となり掴み取ることで球団を盛り上げ、成功していくように右眼がかけられています。右眼成就していくよう右眼がかけられています。チームマスコットはゴーディ。2007年11月3日生まれ、アメリカ生まれ、沖縄育ち。身長205センチの、体重は98キロでもうちょっとで100キロです。ポジションはマスコット。好きな食べ物はタコライス。ちなみにゴーディは妖精らしいです。ちなみになんですが、私も BJ 時代ですかね、琉球ゴールデンキングスさんのスポンサーを当時の会社でやらせていただいてまして、実は、ハーフコートショット、冠試合とかもやらせてもらって、ハーフタイムではハーフコートショットとかもやったんですよ。その時になんですけれども、もうすでに引退した、最後どこだったんだろうな、私が知り合ったのは金沢サムライズの時なんですけども、ガードの与那嶺くんっていうのが選手としていたんですけども、ハーフコートショットを一緒にやった時に、与那嶺くんの兄ちゃんがたまたま前にいて、めちゃくちゃ惜しかったんですよ。で、私はどうだったかというと、動画はこちらと言ってないんですけども、打ったシュートがその時ですね、選手の方に飛んでったという、リングは一体どこだったんだろうみたいな、なんかすごいところに飛んでった記憶があります。そんな話はさておきまして、それではお待ちかねの琉球ゴールデンキングスオールメンバーのご紹介です。ナンバーゼロゼロ、タクラ組、石崎。ナンバートゥー、マオ、福田。ナンバースリー、成田、成里。ナンバーフォー、デモン、ブルックス。ブルックスデモン、どっちだろう。ナンバーセブン、セブンだけだけ。7、ダニエル・ダン。ナンバーナイン、トモノブ・ハセガワ。ナンバーフォーティーン、リュウ・イチ・ヒシモト。ナンバーフィフティーン、カーサイ・ショウ。ナンバー21、ハヤト・カンタケ。ナンバー24、ナオキ・タシオ。ナンバー32、ミツユキミツハラ。ナンバー34、ショートオノテレ。ナンバー41、ユージン・ペペス。ナンバー45、ジャック・クーリー。ナンバー88、ハヤト・マキ。以上、琉球ゴールデンキングスのオールメンバーです。
2019-2020 シーズンは27勝14敗、勝率6割5分9厘と地区優勝となった琉球ゴールデンキングスですが、私のエアビーリーグチャンピオンシップではクォーターファイナルでシーホース三河に負けてしまいました。来シーズンはもっと上の順位を狙っていただきたいと思います。キングスなら絶対にできるぞ。以上、琉球ゴールデンキングスのチームご紹介でした。このチームもご紹介してくれなんてございましたら、コメント欄にコメントをお願いいたします。 B リーグ所属のチームさんからの紹介動画の作成も受けたまわりますよ。皆さんお願いしますね。なんなら作らせてくださいね、川崎さん。ということで、お家でちゃんと過ごしてるよという方はチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォロー、どれか一つでもよろしくお願いします。今日は全然構わなかった。それでは終わり。